アメリカの銀行、シリコンバレーバンクの経営破綻の動揺が広がっています。影響を大きく受けそうなのがアメリカの金融政策、利上げです。その動向を左右するアメリカの CPI、消費者物価指数が間もなく発表されます。利上げ再加速となるのか、それとも減速するのか、アメリカ金融政策の行方を読み解いていきます。 10日、アメリカの銀行としてはリーマンショック後最大規模の経営破綻となったシリコンバレーバンクですが12日、アメリカの財務省などは預金者を完全に保護する措置を承認しましたでこうした銀行の破綻にバイデン大統領はアメリカの銀行システムは安全納税者の資金が危険にさらされることはないと公的資金を注入しないことを強調しました。 まずは中空さん、この一連の銀行破綻とその対応はどのように見ていらっしゃいますか。まずもって不思議ですよね。あのよくそれであのこのこのえっと流動性をつけますよとか預金保護しますよと言っておきながらあの安全ですとかあのそれから、えー、あの公的資本を入れないって言われてもですねちょっとにわかに信じがたいなと思ってしまいます。ただあのものすごくこう迅速にこの決断をしましたということを考えるとあのひょっとしてこれうがった見方ですけどねもっと大きな。 ものがどこかかにあるんでですすってことは考えちゃうわけですアメリカだと他の国と違って日本や欧州がトゥービッグトゥーフェイルで大きすぎたら潰せないって発想があることを彼らは非難してきたわけですよね。ねとところが今回はちゃちゃっとやってるわけですよそれは何でかというとひょっとして何か大きなものがあるのかあるいはその得意だったあのシリコンバレーがバンクが得意だった M&A とか IPO とかプライベートエクイティとかあのそういったベンチャーキャピタルとかそういうとこにお金が入らなくなったこと に対するる恐怖があるのか、うん、何なのかが今一つはっきりしないのですが、うん、何かあるんじゃないかなと逆に思わせちゃったというふうに私は思っていいますす、うん、小林さんかかがですか、はい、同感ですね、うん、これ、さすがアメリカ対応は早いというふうにもですね評価できなくはないんですけれども、うん、まあ正直申し上げるとですね、まあ、泥縄式にも見えるし、うん、これであの懸念が払拭されるかというとかなり怪しいというふうに言わざるを得ないと思います。うんうん でまず第一にということなんですけれども、このシリコンバレー銀行に限らず金融機関、まあ、FRB の緊急融資制度の対象になりますから、それによって破綻を避けるということもできたはずなわけですけれども、うん、なぜか破綻してしまったと、ドル縄式にこんなです、ね、追加的な政策をやるということで、うん、どうもおかしなことが起きていると言わざるを得ないというのが一つ、<ー>それからもう一つ、バイデン大統領のです、ね、スピーチも正直逆効果な気がします。 大変なことは起こってません大丈夫ですと言われると、うん、いやちょっとどうもよくわからないから、うん、安全そうな大きな銀行に資金を移そうかと考えるのは人の常だと思いますし、うん、実際にそういうことが起こってしまっているので小さい銀行がもっと大変なことになりそうな状況になっているというのが現状なわけです。でそれに加えてです、ね、今回これ銀行は助けると 言ったわけけですけれどもそれはもちろん預金を保護しなければいけないからになるわけですが預金を管理していない金融機関これも全く同じような危機に瀕する可能性というのはあるわけでそこは当然、救済の対象には入ってこないということですからまあ金融のシステミックリスクというのはかなりその可能性が出てきているということだと思います。 中さんアメリカは一般的に言うとそのこういう破綻があったときに1口座あたり25万ドルまでは保護するとす、ねはい、ただし今回のシリコンバレーバンクというのは、まあ、かなり特殊で、はいまあ、企業の預金が多かったということで、はいうん、25万ドルを超えているところが大半 9, 9割ぐらいだったと特殊なので逆に言うとこのやり方だと保護できないから。はいうん 今回はまあ特殊にこういうあの全あの完全に保護しますってことをやったっていうふうにも見えるんですがそ,です、ね、それでもやっぱりアメリカらしくないそうですねアメリカらしくないですよね。うん、あのやっぱりあの、えっと、ゾンビ企業は許,さ許すまじっていうところがあってですね、うんうん、だからおかしなことをやってる人たちはマーケットから出てってくださいっていうのが彼らがやってきた持ち味だったと思うんですけど、うん、でもそれは、えっと、今回はそうなっておらず、うん、しかもモラルハザード投資ってよく言いますけど、うん、そういうのが出てくるとじゃあどうせ潰れないんだったら売られたものから 買えばいいじゃないっていうふうに思うわけです。投資家は。うんうん、で、それで、どこまで、あの、えっと。全部を救済してくれるなら、問題を受けないんですけど。うんうん、なんか突然線引きができてきて。うん、例えば、資金量とか、あの、えっと、マーケットの、大きさだとか。うんうん、あるいは、誰が対象かとか、そんなので、線引きができてくると、とても嫌だなと思いますよね。うん、なるほど、ね。うん、もう一つ、大丈夫かなというのが、このシリコンバレー、バンクの、この売却先。うん 入札の状況なんですが実はアメリカの方では1回12日にも競争入札を実施したんですが大手の銀行などはどこも手を挙げずに買い手がつかずに再入札を実施する方針になったということですねでイギリスの方はこれは HSBC ホールディングスが1ポンドで買収すると発表したということなんですがこれも買い手がつかないのかというところここは小林さん、いかがですか。はい まあ正直、何が起きているかまだ分からないというところからですね1ポンドですら高値掴みになる可能性があるというところは気にされているんだろうというふうには思います。それからもう一つということなんですけれどもそのシリコンバレーバンクが持っているですね資産これは MBS 等の証券化商品についてはですね まあ、含み損があるということではあるんですけれどもそれ以上に問題なのはいわゆるその本業部分、はい、スタートアップ企業に対する貸し出し、うん、これが本当に実態のあるものかどうかというのはです、ね、うシリコンバレーバンクはそのノウハウを持っているわけですけれども、うん、外部の銀行は持っていないわけですから、うん、そういう意味では正直、買い手はつきにくい、うん、そういう状況に見えます。うんなるほど はい、さあこのシリコンバレーバンクの破綻を受けまして、FRB やバイデン政権、動きました、FRB はですね破綻が決まったその日のうちに、アメリカに拠点を置く銀行に対し、緊急の聞き取り調査を行いました、そして5月1日までに、金融機関の監督・規制方針を見直し、具体策を公表します。 またバイデン政権はベンチャーキャピタル企業や地方銀行に対し銀行破綻の影響を精査したという報道もありました小林さん、これかなり迅速な動きに見えますよね、このあたりはどのように見たらいいんでしょうかそうかそですね、まあ、土日も休まずにこの対応されていたということで頭が下がる思いではあるんですけれどもやっぱりですねそれは事前にやっとくべきことだったと言わざるを得ないというふうに思います。うん、今猛烈な利上げををやっってていいるるとととそれによって金融関係を引き締まると、うん、いうことは誰に の目にも明らかだったわけで、こういうような事態に対して事前に監査をして、セーフティーネットを持っておかなければいけなかったと、ただ、先ほど申し上げたように、本来あったはずの緊急融資制度、セーフティーネットが全く動かなかったということが一つ、その一方でということですけれども、まあ、その金融危機のです、ね、一丁目一番地になってくる預金取扱機,機関、銀行ですらです、ね、そのリスクというのが事前にこう精査されていなかったと。 これあのシリコンバレー銀行についても、直前まで、破綻の直前まで投資的確を持っていたわけですから、非常に罪深いような監査が行われてきたということだと思います。そこに加えて、当然、保証の対象にならないベンチャーキャピタルや、それ以外のファンドというのは、この問題を起こせば一発アウトというところですから。 まあかなり危険な状況なんだろうというふうにも見えますね。中村さんいかかがです先ほど入札の話ありましたけどシリコンバレーは多分今の言われている報道が正しいんだったら魅力的な投資先だと私は思っているんですね。<ー>なぜかというと M&A とか IPO とかその知見があって誰かを知っていて結びつけることができる、うんうん、これは今リターンを出す銀行にとっては一番おいしいところですよ。加えて今持っている資産というのは小林さんもおっしゃってましたけど悪くならないわけです。債いうのはは結局今回は 預金が流出しちゃって流動性が足りないだけであの流動性をキープしてあげますよとでえっと預金を保護しますよってことになると割とその姿が見えてきちゃうんですよねなので私は買っていいんだと思うんですけど逆に言うとなんで買わないかというともっとおいしい条件を引き出そうとしてるんだろうとあれは思ってるんですね。こののシリコンンババレーバンクっっていうのにちょっとだけぜあひのあの 注意をしていただきたいと思うのは、うん、地方日本の地方銀行とか欧州の銀行とか軒並み売られてますけど、うん、あの欧州日本とアメリカの銀行は若干違ってるんですね。はい、で、えっと例えばその、えー、持っている債券の中でも、うん、満期保有債券というのと、うん、AFS って言ってまあ一時的に持っているものっていうのがあるんですけど、この満期保有債券というのはもともと時間評価をしないんですが、えっと AFS っていうのは 大体みんな自家評価をして損失を出してでそれを監督当局に見せてるんです、うん、で日本当州はそうなんです、うん、でアメリカは多くの,おとあの大金銀行はやってるんですけど、うん、小さいとこはやらないですね、うん、でここもそう,う小さい銀行であの、えっとえーまあ、カテゴリー4っていうところに入っちゃうので、うん、そうするとレバレッジとかそういう比率について規制がなかったんですよね、うん、なのであのい、えっと、今一色単にいろんなところが売られてるし日本も含めてですね、まあ、このいわゆる国際 災難感をた、たくさん保有していて、うんはい、それがだんだんこう下落していくっていうようなことでは同じじゃないかという連想をしてますよね。はいうん、ねただ、厳格さが違うということですか。そうです。だから一緒くたではないということは見ておいていただいていいと思っていて。うん、で、なので、その、で、彼らが持っている特典いっぱいあるわけですよね。うん、そこが今度生きるような形になるかどうか。うん、もちろん、いくつか私も心配していて、例えば、こういうプライベートエクイティを。ファンドにして、投資をしている投資家はいなかったかどうかとか、うん、それがあるとレーサーしますしね。うん、で、あとは。 は他に言うと、えっと、この M&A とか IPO とかのお金が出なくなったらリスクマネーがアメリカの、まあ、真髄ですから、うん、それがなくなったらアメリカどうなのって話も出てくるしいろんなリスクはありますけどちょっと一緒くたにするには違いがあるということもちょっと心配な点を揃えるとその過去のまあこういろんなこう危機 をなぞられるとですね、まあ、これ、ちょっと言葉難しいですが逆イールドですね、ですから短期金利の方が長期金利を上回った状態ということで、まあ、長期金利がかなり下がっている状態だとするとやはりこう先行きの景気に対してのかなり不透明感が出ているということだとは思うんですがその状態、この青色ですね、青色でこのマイナスになっている逆イールドの状態になった後に。 まあかなりこうリスクが鮮明になってくるということで過去にはこうリーマンショックそれからドットコンバブルこういうものがあったとじゃあ今どういう状況かというと実はその過去に比べてもこの逆イールドの状況が深くて長い状態がこう続いているということなんですね。ですからここについて言ってもこれ小林さん、先々その中で今回のこういうあの銀行の破綻が起きたとなると何かこうリーマンショックとかドットコンバブル が弾けた時連想してしまうんですが、そこのこう連関性っていかがですか？はい、あの15年ぶりに金融危機の可能性が見えてきているんだろうと思っています。うんはい、で、過去50年間の全ての危機の前にこの逆イールドが発生している、はい、わけです。けれども、さあどういうメカニズムでリセッション景気後退に繋がっていくのかというとまず frb が利上げをしていく。うん 結果として短期金利が長期金利を上回るつまり銀行から見たときには貸し出しをする金利よりも借り入れをする金利の方が上がってしまうことが起こってしまうということですそうすると金融機関から見ればです、ね、もう貸し剥がしをしていくしかないという状況になっていくわけでそうすると倒産するあの企業も増えてです、ね、なおさら貸し剥がしが続くということでこういうリセッションが起こっていくということです。で今回ののシリコンバレー銀行の件もです、ね その預金者のほとんどがいわゆるベンチャー企業だったとベンチャー企業はなんで預金を取り崩さなきゃいけなくなったのかというと資金調達がこれでできなくなっていたからということで借り入れができないだから預金を取り崩す預金を取り崩すと銀行が潰れる銀行が潰れると貸し剥がしに走るということで今、入り口に立ち始めたというふうにも見えなくはないと思います。 こうした銀行の相次ぐ破綻、アメリカの FRB の利上げにどのような影響を与えるのでしょうか、お知らせの後、詳しく読み解きます。